ができるんですよね。そうですよね、皆さん名古屋城で普段はおもてなしをされてるんですよね。なんとわざわざ入った一回。あ、申し訳ありません。こっち聞こえてるカメラの数も倍以上に増えましたね、野村様。マイク内で今喋り始めた。申し訳ございません、一人で喋らせていただきます。はい、申し訳ないです。繋いでちょ、繋いでちょ。はい、わしのことをもっと知りたいときにはな、いろんな漫画とかが出とってな、今度わしの盟友が戦の子っちゅう漫画書くんじゃな。まあよければこれ本屋で買ってもいいよっちゅう宣伝をさせてもらった。ご友人の宣伝を入れてくる。いやでもな、わしの小説や漫画は多分この日の本で一番多いか二番目ぐらいじゃろ。坂本龍馬かわしぐらいが一番多いでな、いろんな本があっていろんなことをみんなが言っとるんじゃ。何を信じてわしが何をやったのか想像する、これがまた楽しいんじゃの。ぜひ今日聞く。全然似とらんなこれ。そっくりでございます。この原さんちゅう人はあの北斗の拳書いた人だな。みんなに分かりやすく言うとな、初めて会った時にわし、お、人殺したことがない身じゃのうってダメ出しをされたんだな。原氏、ダメ出しするってどういうこっちゃ。あいつこの前あいつの家に遊びに行かせていただいた。まあな、いろんなことみんな言っとる。月刊コミックゼノン公式ホームページを見とるお主ら、わしが第六天魔織田信長じゃ。実はの、5月20日、わしの幼少期吉報史時代の物語、戦の子織田三郎信長伝が発売となる。これはの、わしと親父の親子の絆もテーマになっとって、温かい話になっておる。ぜひこれを機会に勉強してほしい。作者は北斗の拳、花の記事を書いた、お主らもよう知っとる、原哲夫先生じゃ。みんな書店へ急ぐんじゃ。いざシャッターチェン。おー